ちょっと聞きたいのは、そのお二人の交渉術っていうんですかね、いろいろとなんかあの難関だったものをクリアしたりとか解決をいろいろしてきたお二人じゃないですか。例えばまあ Q14 があってからの14を立て直したりとか、そこって多分プレゼン能力だと僕思ってるんですよ。でもまあ交渉する気がないですよね、そもそも。あります。いや、だって行くゴールは決まってるから、うん、だからないってこと。そこにたどり着くだけだから。え、そうなんですか。吉田さんもですか。基本的にはゴールがあったらそこを目指してどうやって解決するか。そうですね、そっちですね。だから交渉の席に見えて、はい、まあどっちかというと確認してるだけっていう、うん、交渉って要は相手が言ったものを妥協する場合もあるじゃないですか、うんうん、でもゴールが決まってる場合は相手の受け入れるつもりは全くないから、うん、もうひたすらボールを投げ続けるしかなくて、でもそれがさ、超偉い人とか、多分会社の社長さんとか、弱みを探す。あ、そっちなんだ、うん、そっちなの、うん、吉田さんは。僕割となんかケースバイケースですけど、まあ、はい、まさにウィークポイントをつくもそうですけど、あのなんか交換等価になりそうな、まあでもそれを頑張ってやってくれたらこんないいことありますよって。へえ、だから結論を変えてるわけじゃないです、うん、はい、交渉する上で。そうなんですね。話の時間軸を変えるとか規模を変えるとかはある、うんうんうん、例えばじゃあ僕が FF14 のプロモーションしてて、はいはい、なんか雑誌に広告載せたいっす、ちょっとタダでお願いできないですかっていう時も、うん、じゃあ将来的にうまくいった場合こういうバックをしますよとか、じゃあうちのキャストコインを出しますよっていういろんなカードを出していったら相手がどこで折れるかとか、うん、何に興味を持つか分かるじゃん、うんうん、で興味を持ったところにじゃあこういうの出しますとかこういうの出しますとか、じゃあ未来にこうしますとかっていうので時間軸だったり出せるものを変えていくっていうので、うん、結構人は落とせたりするんだよね。ほう、あのせ会社員って、はい、自分で金払うわけじゃないから、うん、結構落ちるんだよ。あ、なるほど、ね、会社になってくるとそうだよね。例えばヒゲさんに10万円くれって言っても、うん、個人個人だとくれないんだけど、絶対ね、会社の担当者で10万円分の広告枠くださいって言ってもヒゲさんは自分の財布は痛まないから、しょうがねえな、じゃあ俺の枠あげるわっていうのあるんですよ。そういうこと か、 だから広告の例えば広報会社とかって年間に予算として数千万とかは決まってるわけですよ、はい、で決まった予算を分配するだけだから、うん、それをもらうって話なんで担当者は全然腹が痛まない。そうなんですよね。でむしろここで10万円払わないんだったら俺めちゃめちゃ暴れますよとか言うと、そうだから例えばめんどくせえからじゃあ10万払っちゃうみたいになるじゃないですかっていう感じですよね、吉田さん。いやだから、いやだから会社は、はい、会社はその時嫌だなと思っても、はい、まあ最悪自分のお金じゃないわけですよ、これはね、どこの会社にも言えることだと思うんですけど、だから決断だけなんですよ、実は必要なのって、うん、あとその先にあるリスクをその人がどう判断するか。でもリスクなさそうに、まあリスクも多少あるんですけど、はい、ただこんなメリットありますよって話をした時に、まあじゃあ乗るかって言った瞬間にお金って自分のお金じゃないからそこまでね、あ、ね、なるほど。実は で例えばあの時ああ言ったじゃんみたいなことがあっても、はい、その決断した結果いい方向になってると忘れるんですよ。なぜなら自分のことじゃないから、あ最後、はい、であと下手をするとそれをやってた人が変わってたりする可能性がある、結果が出る頃には。はい、で会社って恐ろしくて人の集まりなのでそういうことがね往々にして起こるんで、極端にその個人をターゲットしすぎるとなんかちょっとおかしなことになったりするんで、その辺の感覚があるかどうかは会社っていう組織の中だと割と重要なのかなって。そうなんですか。でもねその反面ね今の話をしてて、はい、すごい怖いと思ったのがプレイヤーの皆さんって、はい、好きで14を遊んでくれてるじゃないですか。ですね。で仕事で遊んでる人いないですよ、ね、そうそう。でまさに我がことなんですよ毎日。多分これだけ皆さんたくさんいるんですけど、多分今の14でここを何とかしてほしいって皆さん全員多分バラバラなんですよ。で絶対忘れないですし、例えば僕がこう直しますとかこう検討しますって言ったことを絶対忘れないんですよ、会社じゃないから、だから個人だから。なのでいつもキャッチボールさせてもらうときは全然その会社、まあ、何回降りて言いそうになっちゃったけど、まあでもあの吉田がああ言ったとか永遠に覚えてますからね。だから皆さんとのキャッチボールの方がよっぽど、まあ、真剣、あ、まあ、とにかく会社を落とす発言にしかなんないや